どうもジロです。本日はこちら、見てください。定規と、ただのノートの紙と輪ゴムだけで作った、見た目完璧なかっこいい銃なんですけど、これを今回やっていきたいと思います。ただこれね、うまく飛ぶかというとそうじゃないんですよ。意外と飛ぶのが苦戦するので、うまく自分なりに改良しながらやってみてください。それじゃあやっていきましょう。おっしゃ、5、6本の方がいいね。6本ぐらい、はい、続き、あ、そっちか、あ、OK、 よし、あ、外した。ラスト2、ラスト2、マジじゃあ震えるんだよな、定規だから。おー、うまい。あ、どうっすかいいんじゃない、これ結構おすすめできますよ。連射できるんで、定規としかも紙だけですよ。別にセロハンつけてないですし、輪ゴムと定規と紙あればできるんで、ぜひやってみてください。これ結構面白いですね、紙だけのバージョンより全然威力も違いますし、何より連射ができるっていう嬉しさ。ああ、いい、これぜひやってみてください。ノートをまんま切ってください。こんな感じでルーズリーフでも何でも OK です。よいしょ、もう1枚。これはね、紙2枚必要なんですね。そろそろノート買わないとな。折り紙用のノート、折り紙は買わないという、折り紙あんま好きじゃない。はい、この2枚を使います。でね、2つとも大体同じ折り方なんですけど、まずこれを半分に折ります。はい、爪でガシッとやってください。で、開いて、そしたら真ん中に合わせて端を折っていきます。あー、ちょっとずれた。で、もう片方も真ん中に合わせます。もうね、簡単ですから見ててください。で、こうなりましたら、ここもまたね、内側に折っていきます。両方爪でしっかりと折っていく。はい、そしたら真ん中でペタンコします。真ん中で折っちゃいます。こうね、はい、真ん中で折りました。で、とりあえず一つは完成です。もう一つ作ります。はい、で、この二つのパカパカができました。で、一つはこれで完成なんですけど、一つはさらにこうね、ここを合わせる感じで、真ん中の線に角を合わせる感じで、ここの角ね、感じでこうやってこの幅分折ります。内側に、こっちに、こんな感じに、よいしょ、はい、こんな感じです。で、ここの真ん中の線がありますから、さらに横に合わせて折っていきます。はい、で、こうなりましたと。そしたら若干ね、クロスさせるように、ここの角度を内側にしていきます。こんな感じで、なんとなくでいいです、これは。で、クロスできました。これを内側に折ります。ここを内側に、そしたらここがいい感じに合わさるんで、こんな感じになると思います。で、あとは組み合わせてちょっと調節するだけです。はい、でね、組み合わせるんですけど、パカパカを向こう側に、上に向けてあげて、下からここに入れていきます。ここに、こんな感じになる。で、まあこんな感じかな。ギュッと引っ張ってあげる。若干狭かったか、ここは。いいか。そうすると、まあ不思議、ちょっと銃っぽくなりました。で、実際これで完成なんですよ。あとはもう輪ゴムをここにつけて、こうやって引っ張るだけで、まあ紙柔らかいんでね、ここがへにょってなっちゃうんですけど、実際これで撃てるんだけど、ここに引っかかりをつけてもいいし、これがまたね、輪ゴムの力が強いから、ここ曲がっちゃったりしちゃうんですよね。だから今回は定規にします。なので、これが本家ですけど、ここを外しちゃう。えっつって、定規をここを挟むとこうなるんで、こうやってまた入れ、クロスしてあげると、そうするとまあっぽくなるかなって感じですね。まあこんな感じで、ちょっとだけテープでここと定規をつけた方がいいかもしれない。
でつけときます。若干さ、この引っかかりの部分だけ上に上げてるんで、本来だったらこうなんですけど、ちょこっとね上に上げて、ここを出っ張らせてます。ここをね引っ掛けたら前に押すと飛んでいく。こうやって押して飛ばなかったら何回か押すと多分飛ぶんですよ。あ、ほらほら、これで、お、いいね、良くないと。だからいっそのことを、なんか前もちょっとやった気がするんですけど、こうかけてあげて上下にかけちゃうっていう、もうここは持つ専用だけで、上下にかけて、あとは爪でこうやって上に上げての方が 100% 飛ぶんでの方がいいかもしれないです。その方がさ、何連発もいけるかもね。ちょっとね、5個ぐらいかけてみるか。見た目からしてやばそうですよね、これで。上からカッカッカッカって上げていけば、パパパパーンって飛ぶんじゃないかな。あ、なんで後ろ、うわ、びっくりした。あ、いいね、あ、いいね、いいねしか言ってないいいねって口癖だわ、マジで。あ、ちょっと引っかかった。あ、これいいな。あ、これいい、これいいです、マジでいいかもしれない。だから、まあ、さっきの要領で、ここはもうね、出っ張らせないで、ペタって貼っちゃって、こんな感じで、輪ゴムを大量につける。え、これすごいいいと思う。しかもやっぱりね、ちゃんと銃の形してるやつがいいですよね。しかも片手で撃てるって、これまたいいんですよね。レイガン、幽霊白書見終わっちゃったかな。でもなんかあんまハマれなかったわ、幽霊。最近映画見まくってるんですよ。ネットフリックス1ヶ月間とか。あ、やば、すげえいっぱい貼れる。限界まで輪ゴムやってみよう。12本連チャンで打ってみます。もういけんじゃね、これ。ちょっとね、的12体は作るのめんどいんで、6体、何体、 1,2,3,4,5,6,7,8体打ち抜いていきます。12発でね、打てるかな。え、てかやばい、見て、定規が逸れてるよ、上に。この定規が、いくぜ。上にスライドさせれば飛ぶんで、連発打って、お、1、立って、緊張する、なんか。2、お、当たった、倒れないな、震えてる、手が震えてる。お、絡まった、マジか。おーし、いいね。ちょっとあれだ、ちょっとここの幅によって絡まりやすさが変わるんで、絡まんないでやるには5、6本の輪ゴムでしかできないかもしれないです。12本はさすがに多すぎました。若干ここ隙間開けた方がいいですね。特にこっち側、先端付近。隙間ね、間隔を開けてあげた方がいい。限界までつけてさ、まとめてパーンって離したらさ、結構面白いんじゃない？ということでやってみよう。見て、キルアとヒソカとゴンの、ドッジボールみたい。12連チャン。打っていきます。ちょっと近めで打つか、ここら辺いきます。あ、上がんない、ゴムだからゴムだから、ルフィ硬い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 、あ、ちょっと硬い、あ、もう無理だ、これまとめては無理だ、きつい。ここはもういい、これでいこう。うわ、一番裏のやつ打ち抜きたい。うわ、なんか威力強いんじゃない？楽しいな、でも。よし。ああ、そっか。はあ、いいね。これ結構楽しいな。いや、まとめてもうかけちゃう。めんどくせ。上下折れそう。こう。4つ連続ならまとめて飛ばせる。あ、飛ばせなかった。あ、絡まった。全然ダメじゃん。こう見ると近くそうに見えるじゃないですか。意外と距離あるんですよ。取り方が下手でね、申し訳ないんですけど。ああ、うまい。うまい。これマジ狙える。いいね。うまい。うまい、うまい。うまい、うまい。お腹空いたな。あ、的がない。
お、すげえ。3連チャンできた。おぉ。かっこつけると、うまく飛ぶんかな。あとなんか手汗あるといい感じに滑んないんで、このスライドさせたときに、いい感じに飛ぶ。僕結構手汗すごい方なんです。代謝いいんで手汗がね、まあ、いっか。3連弾くらい？あ、ダメだった。3連弾じゃない。ちょっと待って、これさ、すごい距離いけんじゃね？これがちょっと限界の距離ですね。いや、あの小さい的見えます？これ、あ、見えない。これですね。これを狙う。この距離結構遠いですよ。当たったらすごい。自分でもすごいと思う、これは。いつもすごいって言ってるけどね。でも手が震えるんだよな。うわぁ、外した。うわ、マジで手が震える。うわ、外した。うわ、難しい。こう、手固定させるか、肘で。うわ、しゃっ。ということで皆さん、やってみてください。またね。バイバイ。チャンネル登録、お願いします。バイバイ。1万人いってるかな、もしかしたら。